今日は秋分の日です。この前後3日間を合わせた1週間がお彼岸ですが、今日は県内各地で気温が上がりました。静岡市内の寺では、コロナ禍でも先祖を大切にする人たちの姿がありました。静岡市清水区です。時折風は吹いているものの、強い日差しが照りつけ、とても暑いです。秋分の日の今日は各地で気温が上がりました。静岡市中心部では 33.5 度を記録し、真夏並みの暑さとなりました。暑さの中、静岡市葵区の湯山川周辺では彼岸花が花を咲かせていました。鮮やかな赤い花を秋の彼岸の頃に咲かせることから、この名がついたと言われています。近所の人によりますと、今年は涼しい日が続いた時期があったため、例年よりも2週間ほど早く咲いたということです。彼岸花のすぐそばには、秋の季語にもなっている露草もきれいに咲いていました。静岡市清水区の龍華寺です。お彼岸らしいから。こちらの女性は月に2度ほど夫が眠るこの場所に会いに来ています。息子が2人いるですけど、その家族がコロナにかからないように守っていてくださいって、毎日うちの仏さんにもお参りしてますけど、で途中で会った方にも挨拶だけして、いつもはずっと10分20分話するですけどね、ちょっと気をつけてます、密になるのを。墓参りに来た祖父母と3人の孫の姿もありました。おはぎを作ってね、みんなで孫たちと、それで出来上がったのを持って今毎年ね、そうやって春と秋やってます。来年もまた同じようにこうしてお参りに来られればコロナですけどもね、先祖と近くなるのがこの避難の季節でございますので、お墓参りにね、感染対策した上で、お出かけになっていただければなとお願いいたします。コロナ禍の彼岸もそれぞれが気をつけながら先祖を敬う気持ちを大切にしていました。